こんにちは、陽子です。40年以上前の春、実家近くの里山で描いた水彩のスケッチです。暖かくなって芽吹いたばかりのススキやクズの葉は柔らかい若草色をしています。春から夏に向かって気温が上がるにつれて、その草丈はぐんぐん伸びます。だんだん畑を耕す人たちがいた頃、里山は今ほど荒れてはいませんでした。この頃から10年くらいの間に、山の畑は次々と耕作放棄されて、その後凄まじい勢いで藪に戻っていきました。日当たりの良い斜面にはクズがつるを伸ばして生い茂り、その大きな葉で背の高い松も覆い尽くし、数年で木を枯らしてしまうほどの勢いです。自然に帰るという言葉は綺麗ですが、植物の世界でも生存競争は熾烈です。静かな自然淘汰のせめぎ合いをたけだけしく感じることもありました。雑木林はいかがでしたか？楽しんでいただけたら嬉しいです。またお会いしましょう。